京阪500型電車は、かつて京阪電気鉄道が所有していた電車の位置形式。京都府、滋賀県にまたがる大津線向けに従来の電車の車体を流用して作られ、非貫通の全面デザイン、空気バネ台車、カルダン駆動方式など以降同線に導入される、電車に用いられた様々な要素を初めて導入した形式となった。 京阪電気鉄道において500という番号を用いた形式として1926年に1500型として製造後1929年に、開版し1976年まで在籍した初代500型が存在するため、統計式は2代目にあたる。京阪を打つ線の車両近代化のため、1979年から、 石山坂本線の大見神宮前駅に隣接した西織工場で改造により誕生した形式で、種車は260型のうち1968年に製造された4次車6両である。1979年に2両、1981年に4両が導入され、合計6両が大津線で使用された。種車の260型の側面2箇所に、 両開きの乗降扉が設置されている窓、扉配置はそのまま受け継がれた。一方、車体の片側にある運転室の面積を拡大するため先頭部は、非貫通式の2枚窓に改められ、向かって、左側には、伝承式の行き先表示装置も設置された。これらの要素は以降、大津線に導入された600型や700型にも一部デザインを変えながら受け継がれた。また、 それまで京進線の優等列車向けの車両は上半分がマンダリンオレンジ、下半分がカーマインレッドの軽半特急色で塗られていたが、500型は上半分がライトグリーン、下半分がダークグリーンの一般色で登場し、他の車両も同様の塗装に改められた。車内は全席ロングシートで冷房は搭載されていなかった。台車は 軽半線の線形で使用実績がある FS-309 型を元に小型化した FS-503 型を採用した。枕羽根にダイヤフラム式空気羽根を用い、軸箱輪側両干渉ゴムによって指示されていた。これにより、従来の車両と比べ荷重によるたわみが減少したほか、床面高さが 80mm 低くなり、プラットホームと車両の段差も減少した。 この台車に2機搭載されている主電動機は、東洋電気製造製の直流直巻電動機である TDK-8560A 型で、従来の車両から出力が向上した。また駆動装置は TD 平行、カルダン駆動方式を使用しており、500型は大津線発の高性能電車となった。制度装置には、従来の車両と同様に直通空気ブレーキを、 搭載したが、それまで非常時のみに使用していた発電ブレーキを通常時にも使用することで最大66.7パーミルという軽心線の急勾配でも安定した制動力を確保した。終電装置はパンタグラフを用い、奇数番号の車両は運転台側、偶数番号の車両は連結面側の屋根上に1台設置された。製造当初は、 京進線の急行や準急に使用され、1981年に浜大津駅が移設された際には、京進線と石山坂本線で車両の向きが逆になる事態を防ぐため、西木り工場に仮設されたターンテーブルを用いて方向転換が実施された。その後、さらなる近代化とサービス工場を目指した大津線初の冷房車として1984年に600型が、 営業運転を開始したのに伴い、500型は石山坂本線での普通列車の運用が主体となった。やがて、車内冷房のニーズが高まってきたことに加え、京神線と京都市営地下鉄東西線の直通運転の開始とともに、大津線の河川電圧の1500ボルトへの昇圧が決定した際、500型の機器がその電圧に対応していないことが問題になり始めた。 そこで、昭圧に向けた、副電圧車として製造が決まっていた700系の種車として500型全車が使用されることとなり、1992年から1993年にかけて車体が流用されたことにより500型は、形式消滅した。その際、260型の車歴を改造扱いで受け継いだ500型とは異なり、700型は、 大体心臓という扱いで導入されている。ありがとうございます。